で次の発表は、渡辺さんによる、オフィスマクロ仕事で使うハンドボロということで、よろしくお願いします。はい、渡辺でございます。こんにちは。今日株主の方も何人かいらっしゃいますので、お話しして喋れるなと思ってますけども、もう全然固い話じゃありません。こういった固いタイトルにしてますけども、まあ、マクロについてはですね、先ほど川口さんが詳しく説明していただきましたんで、まあ、技術的なことは置いといて、とりあえず、まあ、仕事で使う時の心得をですね、まあ、つらつらと並べてみましたんで、聞いていただきたいなと思います。それでは始めます。まあ、本日の話題ですけども、こういうふうに書いても大体こういうふうな形で進みますよという形で、書いてます。まあ、マクロの機能って知ってますかとかですね、ちょっと小固めのタイトルになってますけども、まあ、こういった形で進めようかなと思ってます。で、私なんですけども、まあ、福岡から来てましてですね、まあ某団体に所属してまして、今ちょっと別団体に出されておりまして、まあ、いろんな担当を苦労してやっておりました。で、今はシステム担当じゃありません。で、これ毎回言ってるんですけども、プライベートで今日も来ておりますんで、団体の見解ではございませんということを必ず言えと言われてます。まあ、本セミナーはですね、ノンプログラマー向けですと。もう内容じゃ当たり前やろって話になるんですけど、まあ、オフィスソフトでですね、まあ、VBA にしてもそうなんですけども、マクロを使う場面をきっちり明確化して、まあ、仕事を楽にしようと、その時の留意点ということをですね、お話ししたいと思います。で、まあ、マクロの基本的な書き方やスタートアップが聞きたかったら後で個別に聞いてください。で、先ほど川口さん詳しく説明していただきましたので、もう皆さんの頭にバッチリスカッと入ってると思うんですけども、マクロ機能って知ってますよね。ざっくり言うと、単純作業を代行するという手段だよ。で、専用のマクロ言語で記述しますよ。複雑なことはできんとかい。これできるんですけども、まあ、記述も当然複雑になって面倒くさいよと。記述する言語なんですけども、まあ、VBA、Visual Basic for Applications っていうのは、まあ、いつもの MS Office が書いてるんですね。じゃあ、Open Office や Libre Office は何かというと、まあ、Open Basic なり、先ほども出ました Python なりで、まあ、書けるよというところが非常に便利だよ。じゃあ、マクロを使ったら何がどう変わるんですかと。これも作業の自動化が実現します。これ実務的から実益的にはっていうふうに3つ書いてるんですけども、まあ、繰り返し操作の自動化とかですね、ここ精神的なところがちょっと大事なんですけども、まあ、面倒くさい作業から心を解放と。ああ、もう面倒くさっていうところから心を解放っていうところがこれかなり大事なところなんですね。まあ、独自関数も当然ファンクションで作れるんですよね。で、それについては精神的にはここでも大事なんですけども、まあ、すっきりした記述というのができるので大変にいい。鬼のようなイフの入れ子がなくなるよと。それだけでもかなり精神的にだいぶ助かる環境ができると思います。じゃあ、使う理由と使わない理由、まあ、マクロを使う人もいればですね、使う職場もあるし使わない職場もある。まあ、使う理由、簡単に言うとこの5つぐらいですかね。繰り返し作業ができるかなと。これもかなり精神的なところが理由になってるんですけども、あとここなんですけどね、作業時間が減って時間的余裕が生まれるからね、生まれるかっていうところがちょっと引っかかってくるんですけども、これ後からちょっと出ますんでですね、ここは覚えておいていただきたい。あと、まあ、これよくあるんですけども、まあ、処理の判断要件からですね、件数を外すと。どういうことかというと、処理件数が多いから大変というのを外せるんですよね。だからよく現場でよくあるパターンがですね、もうこれちょっと100件なら頼めるんだけど、その部長とかがですね、
5000件ちょっと頼めないよねっていう時もこう安請け合いできるわけですよ。あ、大丈夫ですよ、5000件程度みたいな。そこでかなり違ってくるんで、ここはかなりできるとメリットになってきますね。で、使わない理由っていうのも当然ありまして、だいたいこんな感じ。最後のところはちょっと思いますけどね、できるかできないかわからないことに割いてる時間はない。もう使いたい気持ちは山々っていうのがこうなんとなく伝わってくることなんですけど、だからものすごく余裕があって暇なところなのか、ものすごい忙しいかそんなのやってる場合じゃない、とりあえずも手作業でやるよっていうのが実情じゃないかと思われます。で、マクロを使う目的とですね、避けるべき事態となりまして、まあ、ただでさえ忙しいのに、ルーチン作業負荷の増加を起因とした今以上のパフォーマンス低下を抑止するため、今よりもパフォーマンス下げれねえよという時ですよね。こういう時に使うということと、このためにもマクロを作ること自体が負荷になったらいかんやろうというところが大事なことなんですね。1時間かかる作業に対するマクロを3時間かけて作るやつがたまにいますどうなのというところなんですね。しかも1回勝負ですよ。で、このマクロを使うポイントについてっていうのがよくあるんですけども、まあ、どこをどうマクロにしたらいいかわからんというのがよく、何すればいいのかわからないよというのがよく出ます。これはですね、ここはもう大事なんですけど、赤で自分がって書いてるんですけど、とにかくもう自分本位でいいと思うんですね。自分がモヤモヤするポイントです。もうこれやるともうイライラするとかいうポイントをはっきりする。これをやるともう本当単純な部分的な自動化でもあってもすごい楽に仕事ができるようになるということになる。これ下に細かく書いてますけど、これ資料公開した時読んでくださいね。まあ、管理職はというのは名ばかりでっていうかですね、プレイングマネージャーといえば聞こえがいいがとか、かなり文句をここに書いてるんですけども、要は人員削減の煽りをもろに受けている人に最適ということになっているということですね。じゃあシステム管理者、まあ今までシステム管理者をやってたんですけども、メタ見たらですね、マクロはどういうふうに見えるかっていうと、もうこれですよね。わけのわからんマクロ勝手に使うなよ。あとマクロの記述ですかね、いわゆる何やってるか全然わからなくても、なんでこんなところで変な単にミスをこきしてるだけっていうのとかですね、そういうのもあるので、使ってくれるなよというのが管理者目線からいくそうなんですね。これが本音ですよね。今までも私もですね、出所不明のやつは切り捨てごめんでバンバン切り捨ててきた立場上、あまり大きいこと言えないんですけども、やっぱり邪魔は邪魔なんですね。でも、まあ、ユーザー側になってしまうとですね、まあ、このマクロとか誰がメンテナンスするわけとか、業務のマクロ依存問題っていうのは、マクロを引き継ぐやつがいるんですよ。仕事を引き継がないんですね。このマクロここに何入れてボタンを押すだけですからっていうのを引き継いでいって、実際仕事何やってるか全然分かんないやつっていうのが出るんですね。でそういう問題っていうのはいっぱい出ますけど、まあ個人のマクロがないとですね、成立しないような仕事っていうのはちゃんと業者に頼んで作ってもらえと、システムを作るのが仕事やろって、そんくらい金かけんかいというのがあると言えるっていうふうに割り切ってもらって、まあ、それもシステム管理者の仕事だろうと、まあ、ユーザーとしてはですね、マクロに対してはある程度割り切った対応が必要で、さっきも私がっていうところは自分がとか出ましたけど、まあ、自分が楽になりたいからマクロを使うわけですからね。そこの自分ががどうしてもやっぱ外れると面白くないとか、仕事でモヤモヤしてくると思います。で、まあ、マクロを使ってですね、いろんな改善とかをやろうとかですね、一生懸命取り組む人もいると思うんですけども、これ周りにはですね、こういうふうに見られているパターンが非常に多いので書いてみました。まあ、一番これですね。
今これですね、結果が出せないやつみたいに言われる。ここからちょっとかなり来るんですけど、仕事は地道にコツコツだろうと思ってる。あとここもちょっとかなり、仕事はズルしているっていう、ズルが何なのかっていうのがちょっとわからないんですけど、あとここもかなり言ってますね、自分の苦労体験を共有したがるっていう先輩がどうしても周りにいらっしゃるとですね、かなりあると思うんですね。あとここです、結果ではなくやり方方法をですね重視する企業風土だとちょっとかなり厳しい。で最終的にはですね、仕事じゃないと思われているので、こういうふうに言葉では言わないけど、なんとなくプレッシャーが分かるっていうふうになっています。で、まあ勘どころなんですけども、あとまあ余計な機能をマクロ化するなっていうね、これあのもう毎回毎回作表するのマクロでやるやつとかですね、必ず入力フォームを作るやつとか、そういうのはいらんやろと。あとまあ仕事を引き継げと。あとここからちょっとあのかなり自分を抑え込まないといけないんですけど、まあ、自分からマクロを売り込んでいくな、マクロの成果を自慢するな。あとここなんですよ、これマクロを作ってですね、いろいろやってると他の人から頼まれるようになってくるんですね、じわっとなんとなく頼まれるようになってくるんですよ。ちょっとこう、ね、色っぽい年上の方からとかですね、ちょっと頼まれると要注意、いろいろ要注意はありますけど、ね、飲酒とかもありますけど、それじゃないんですよ今回。結局これなんです、マクロの改善要望って言いながら仕事を渡されてしまうっていうのがよくある。結局仕事を投げられてるんです。背景にあるのはこれなんです。この仕事面倒だから、私やりたくないからあんたやっといてっていうところに気がつけよっていう話なんです。でこれ一回受けるとですね、次から断るとケチケチすんなとか言われる。でここもかなり詳しく書いてますけど、まあ、他人からのマクロの要望にはですね注意をしてくださいと。なんでかというと、その人の仕事に対する価値っていうのは、仕事は自分でやらないものだというふうに価値をつけてる人がいる。究極のジム効率化ですよね、人にやらせる自分でやらないここは要注意、調子に乗ってマクロ作らない。あとまあ導入までの5ステップとか、まあ、これ先ほども言いましたけども、イライラするところを作ったりとか、まあ、どこが作業がいるのか考えるとか、こうまともな内容をこうつらつらと出していくんですけども、まあ、要はですね、マクロ化するときは自分のマクロスキルと相談して詰め込みすぎないと、まあ、1から100まで作業があったら、もう1から100まで全部作ってとかやってると、もう仕事が遅くなって大目玉食らっちゃいますので、できるとこからやっていけよと、まあ、5ステップも流れをちゃんと作りましょうとか、まあ、可否を自分のスキルと相談しましょうとかですね、まあ、できないところはもうさっぱり手作業でやると、割り切った方がいいよと。でテストもやって、エラーチェックも加えて、まあ、マクロの時間を使う時間は限られてるんで、まあ、記述方法がわからないとこですね、どうやって書いていいかわからないと、まあ、VBA とかだったらいっぱい資料があってですね、もうホームページもいっぱいあるんですけど、やっぱりどうしてもオープンベーシックとかになると、もう先ほど川口さんも言ってありましたけど もうサイトを見ながらとか地道にコツコツ自分で探すしかないんですよ。そうなった時に、まあ、もう下手に探し回ってる時間もバレると怒られるので、もう後回しにしてできるところだけやった方が効率はいい。で目的なんですけども、要は仕事を終わらせるのが目的なんで、これマクロ作ってるとですね、途中からも仕事そっちのけになる人がいるんですね。もうマクロ作るのに一生懸命になっちゃって、結果が間違っとるやんみたいなのに当然なるので、あと手作業が早いところはもう手作業でやれ。
でルーチンを組み合わせて、まあ、効率よくちゃんとやって、最後にここもあります。もうマクロが終わったら仕事が終わったと思ってるやつがいましてですね、チェックしないやつが出ます。だからもう作業はマクロで、チェックは人とマクロの両方で、まあ、当たり前のことなんですけど、これできない人が非常に多い。まずはもう仕事を終わらせるということを一番に持ってきてくださいね。でマクロ使いって書いてるんですけども、マクロはですね、やっぱり自分のためにちょっと作業をするツールというふうに考えると、あんまり公にしない方がいいので、こっそりやる方がいいんですね。だから作業の痕跡もなるべく残さない。だから Excel の場合だったらのパーソナルエクセルスビーとかに使ってですね、こっそりやる、重要。作業する時のマクロもこうコピーしてこっちに貼り付けてとか、めんどくさいのは全部もうショートカットキーで登録してこっそりやる。あの人さばけてるよねっていう陰で言われるように持っていく。で徐々に修正もやって完成度を上げて、当面はチェックを重視してもらって、でここはちょっと大事ですね、マクロの効果は控えめに言うと。で実際にマクロだって仕事をやったのがですね、あんまりバレないようにやって、これ仕事よくできそうよねっていうのが定着したら、ちょっといやこれ簡単にマクロでやってるんですよねっていうふうに持っていくのがいいかなと思ってます。最後はここですね、立てよユーザーよ、ね、これであなたもマクロ使い。ちょっとバージョン違いますよ、ナチュラルからコーディネーターでとか微妙にデータなんか入れたりして決まってる。で今日の今の皆さん大笑いしてもらいましたんで、ここですね、ここのところも分かっていただける。マクロでフォーム、あんなの飾りです、慣れていない人にはそれが分からんのですよっていうね、ここの名言も見て、以上で終わりたいと思います。で明日あのハックフェストがあるんですかね、それがありますんで、まともなマクロの書き方がもしも気になる方は私のところにその時に来てください。以上でございます。ありがとうございました。はい、渡辺さんありがとうございました。何か質問等ありますでしょうか。あ、はい、あの田辺さん、何でちょっと待って、何度か2年半前もあの話聞かせていただいて、その時はあの実際にマクロのなんかあの、例のあのもあのネットに上げとられて、それもちょっと見させていただきました。ただですね、あの、まあ、あの今あの今回はあのマクロ一般の話だったので、あの私はまあやっぱりあの MS のマクロの方でまああの親しんでいたので、やはりまああのリブロオフィスの方にね、あのなかなかジャンプできずに、まあ、今乗っておるんですけれども、そのあたりをまああのやはりリブレオフィスの方にまああのあえてまあできるというかな、そこら辺の、あるいは、まあ、個人的にはもうこれがもうエクセルで言ってしまっといてもいいかなみたいな使い分けみたいのをしておられるんだったら、そのあたりの、まあ、あれをちょっと教えてもらいたいなと思います。マクロの使い分けですね。使い分け、私はだからリブレオフィスの方になかなかできなかったので、難しいからね。例えば軽くとかいろいろあると思うんですけど、ほとんどまあ仕事で使うのはもうマクロは軽くばっかりになるんですね。ってなると正直言ってですね、できなかったことっていうのはほとんどないです。軽くに限って言えばですね、フォームとかはそんな作らないので、フォームとかについてどうのこうのっていうのはちょっとあれなんですけど、その辺は先ほどの川口さんの方が詳しいとは思いますので、あれなんですけど、ほとんど置き換えはうまくできてます。で
はい、Excel で残してるのってなると、例えば全銀フォーマットでデータを吐くときにですね、それをテキストで吐くようにとかも作ったりもしたんですけど、実際動作確認するのが大変なので、それだけはもう Excel で残したりとか、そういうのはあります。で、同じ VBA とかにもなるんですけど、アクセスでいろいろごちょごちょ作ってるやつをそのベースに載せ替えますとかですね、ファイアーバードに載せますの、ファイアーバードの方のベースに持っていこうというのがいろいろやってたんですけども、でも使われた方は分かると思いますけど、ベースってですね、データをそのままこう出力したりとかインポートしたりエクスポートしたりっていうところの機能がほとんどないんですよね。だからそこら辺をマクロでごちょごちょ作ってできるようにはしましたけど、そういうところのプロを使うよりはもうそのままアクセスをやった方がいいなという結論になったのはあります。だからマイクロソフトのオフィスとリブレオフィスとのマクロについて残したものは何ですかって聞かれると、ほとんどはもうアクセスの分は残してますというふうにしてます。他わかりますでしょうか。途中でマクロの記録で作ったマクロって話があったんですけど、マクロの記憶がこういう時には便利でこういう時にはいまいちっていうのがあるんですか。マクロの記録って使われたことあります？ありますよね。便利ですよね。便利ですけど間違いまで記録するじゃないですか。でそれが自分が操作して記録してるときに行くと間違ったとこって消すじゃないですか。だけどそれが分からなくて作られてる MS の VBA とかのマクロの記述って、なんでこんなところのセルを選択してるんだろうとか、なんでここでいちいちこっちに飛んでるんだろうとか、丸1日ぐらい考えないと分からないです。結局何のためにやってるかっていうのを本人も分かってないっていうのがあるので、もうどういう時に便利なのかっていうと、やっぱり気軽にパッとこうできて、それを繰り返し何回も何回もやる時とかも、その記録でやったのを繰り返すっていう話になれば、そっちの方が便利だと思います。やっぱり迷惑なのは特に VBA とかのとりあえずマクロの記録だけで、結局これってこんなにいっぱいあるのに印刷したいだけなのねみたいなのがなるの、そこを分かるまでが大変苦労するので、その辺はちょっと厳しいから、その辺ぐらいですかね。その辺が分かればいいかなと思います。すいません。はい、他ありますでしょうか。なければ、渡辺さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、